建物を建てることできないから、どうするってことで。ちょっと壊れたのは風。風で、もう浜風すごいね、毎日。ね、でもうテントでは無理だから、冬場に入ってみたらね、で観光バスが何か改造しておくかわってなって、でこれを一応探したんですよ。地震来て伊勢正人が食べたと思ったらラーメンだもんなっていうね。ラーメン食べたかったよね。ね、ぬい食べたかったもんね、なんてね。平和の味ですよね、ラーメン。ありがないなぁ。なんかこう、集う場所ができて嬉しいって言われますね。地元のおじいさんとか。もうやめようとしてやった食堂が、もう一回やってみようかってなったとかってね。お客さん入るかどうか不安っていうところもね、個人でやってた人なんか特にね、そうですね、自分だけじゃっていうのも。邪魔します。おー、なんだこれ。北朝鮮が唯一事実上のミサイルを発射したことを受けて、およそ2週間かけて手の表紙となる北朝鮮関係の運用を並べていこうです。え、どこ？ここら辺がいいですね。ここら辺、じゃあここに座ります。一番の人気メニューってのはどういうのになるんですか？店のおすすめは味噌チャーシュー。味噌チャーシュー、やっぱり。はい、食べ物でね、こんなにこう感動っていうかしゃ、元気づけることもできるんだなと思ってね。美味しいとか高いとか、そういったあの商売上のことを抜きにして、最初言われたのはありがとうだからね。来てくれてありがとうとか、やってくれてありがとう。まあその頃はまだ寒かったからね、まあ、これからは暖かい、皆さんね、涼しさを提供して涼しいものをね、出せばいいのかなと思って、地元の顔として、ね、頑張っていきたいと思っています。長く愛してください。